ってくださるんです。やばいですよね、やばいですねドキドキワクワクです。先輩でまたいでくださるのは2人目で、すごい嬉しいです。感想いっぱい書いてください。書けないように頑張ります。吸い込まれそうやった、嬉しいね。肩が痛い、身長があるの確かに痛い痛い、割とね低めなんで、実は N とかに入ったらもうひょんってなっちゃうんですね。先輩のまたぎは緊張する、緊張しますけど、先輩の方が緊張しそうじゃないですか。後輩ね、 CB2 の後に一人だけ先輩がいらっしゃって、セラバーは動かしてくれ、お疲れ様です、ありがとうございます。お疲れ様、ありがとう。こんにちは。こんにちは。昼公園行きました。八木公園で楽しかった。ありがとうございます。めっちゃ楽しかったです。私も久々で、最後いつやったっけな。1月の末ぐらいかな。1月の末ぐらいなんで、約1ヶ月半ぶり。嬉しいです、させてもらえて。今日はシンポジのメンバーはめちゃめちゃいたの気づきましたか。行きました。ん気づきました皆さん。シンポジは6人いたんですけど。そうなんです、シンポジは6人いたそうでスワンボートで写真撮れました。おお、いっぱい撮ってください、明日までなんで、ぜひ。そうですね、めっちゃ悔しいですね。でもほんまに本当に悔しい、マジで申し訳ないですね、ごめんなさい。シンポジはオーデとかないですね、もう入ってるみたいな感じで。そうなんですね。ゆきのちゃんも2時間睡眠で、ゆきの2時間しか寝てないの。私は今日もうちょっと頑張ります。8時、演奏もねやりました。そうなんですよ、20分に寝た、じゃ起きたんですよ、4時に寝て。私あの鍵盤ハーモニカ弾きました指一本で弾いたんですけど、それギリギリ耐えてます。夜公演 DMA も再燃します、わー嬉しい。めっちゃでも一本一本って大変でした、すごいめちゃめちゃ一本大変でしたよ、本当に。俺の体力残ってます。任せてください。エナジードリンクというね、最強。みうちがね、めっちゃ動いてくれて、すごいありがたいなって思いました。ありがとうみうち。リサのリト、リサリトーダー弾き終わった後めちゃ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 笑顔で前向いてたのめちゃめちゃ見ました皆さん。めちゃめちゃ可愛い。頑張ってみたいです。頑張ります。そうなんです。泣いてないです昼楽しかった、ね、楽しかったです。まだ一ポインあるのがめっちゃ嬉しくて、夜はあやぴょんの生誕なんですけど、あやぴょんの生誕なんですけど、え、サタタンが壇上にいる、サタタン美咲壇上にいます無事11位にいるんですけど課金したんですか、サタタンえ、本物ですか本物、うん、覚えてたんです、本当に動画もやってました本物なんか、あ、見てくださいこんにちは、ま、本物かな、嫌なんです、気合い入れてきました、だからギャンギャンギャンに上がっております、いる男女本物やってバチョ投げただけやのに、おもろ、やばい、11位おもろすぎる、やばい、男女よ見たよこれはやばい、じわるな、めっちゃ嬉しい、やばい、そうやねん、 MC の寿司の話の時めちゃめちゃ気まずそうにしてもうた
めちゃめちゃニヤキは収まらんくて、めっちゃ楽しかったでも、あのクイズマニアックな。死ぬほどニヤキ出たと思う、多分バレてたんちゃう、言い張った人には。お寿司食べれないんで、8期生で松葉、あの定期的によく行ってるメンバー、私と坂田と誰ですっけ、辰本って言ってました。キムさんがビューラーのこの作業が嫌なんですよ、落ちてきて表情で分かってしまった、やっぱり自分も思った、ちょっとどうしようと思って、なんか喋らなあかんと思ったけど自分やったら喋られんくて、めちゃめちゃニヤ来てもうたわ。昼公演お疲れ様、ありがとうございます。え、めっちゃ楽しかったです。私もいや、めっちゃ楽しいですね、やっぱり。やっぱりなんと同期だけっていうのはやっぱ違うんですかね。楽しかった、すごい、いつも楽しいけど、マグロ私食べれないです。私なんか匂いが無理で、まず口に入れた時の。見てください、鎧怖い方、愛花の先端です。そうなんですよ、帰ろうでしょう。ここが、ああ前抜けてくるところが一番好きです。ハモプロはを惜しいです。うどんじゃなくてラーメン茹でてました。アイプにラーメン茹でてました。ラーメンポーズもしっかりしてたんで、 DMM で映ってたらチェックしてくれ、チェックしてください、見てください。リハから来てくれてますか、ね、こんにちは。8期生だけだと MC 違うね、ほんまに。でもなんかいつもよりなんかリラックスした状態でやったかもしれん。いや7期生さんがあれとかじゃなくて、めっちゃめっちゃラップに、ラップというか何やろ、もう楽屋乗りみたいな感じで臨んでましたね。アミちゃんめっちゃ面白いですよね。よかった、よかった、よかった。難しいよね、はい、私が多分入ってたら多分声出されへんと思う。ちょっと行かれ、明日もね、ナンバナンバのナンバカトミシさんみたいな。あ、サタタミサキどういうに当たってんねんけど、ちょおもろすぎんねんけど、やばい、めっちゃおもろい、ずっと飛んでるし。めちゃめちゃおもろいやん、なんと投げてるん。めっちゃおもろい、やばい。めっちゃおもろいやん。みんなすごい見えて本当楽しかった、本当にありがとうございます。8位はしむっちさん、ありがとうございます。7位はしむっちさん、ありがとうございます。めっちゃおもろい、全然おもろい。私何をして5位になれるの、いつも私無料の星投げしても全然全然67位とかなんですけど、すごいな。リサちゃんがサプパンが星投げしてるのを見て面白いって言ってたよ。そう、一緒にねリサとかとご飯行った時にめちゃめちゃ31も出ますし、めちゃめちゃ、あの何の話してたっけ。そう、リサたちとご飯行った時に、ご飯待ってる間にめちゃめちゃ無心でサタタのショールームに星投げてました。かわいいみたいな、めっちゃ左右対称やみたいな顔面って投げてました。そう、めちゃめちゃ連打してた。ちょっと疲れたな、あの隅のわとなさんが見てくださってて、ドーナツをねいただいたんで食べたいと、めっちゃ元気そうで踊ったって言ってくださって、ダンサーの方にもめちゃめちゃ元気、なんか馬なったねって言われました。めっちゃ嬉しい。目指すは上です。めっちゃ嬉しかった。なんかバージンラブ系、絶滅バージンラブ系の表情得意みたいに言われて、そう、めっちゃ好きなんで褒めてもらえてめっちゃ嬉しかったです。昼夜の間は私はミルクティーを飲みます、よく。
絶対に飲みます。そうなんです。こんにちは、あいぴょの生誕祭どうなるやろ。私目バキバキやったらおもろいな。多分泣くと思う。でもなんか8期生のことを知ってるから泣けるねんな。やばい、星で読まれへん。星の迫力増してる。なんやろ、めっちゃ気になんねんけど、どうしよう。星って何？星なんやろな。さくらちゃんは泣いてるイメージある。そう、いつも年長め2人泣くの早すぎんねん、いつも。でもリサもね、いつも泣いてんのこらえてて、もう超可愛い、マジで好きやわ。めっちゃね、みひなのね可愛い話あるんですよ。みひなとね、あのシンポジアって、みひながね9番手のシンポジアって、歌割りがそのいつもと違うらしくて、もう絶対忘れたらあかんと思って、そのみひなが飲んでるあのメッツのライチ味に、もうめちゃめちゃその歌う内容、オーマイガーのバッドタイミング、普段歌ってないらしいんですけど、シンポジでね、そこの部分を歌うらしくて、忘れたあかんって思ったらしくて、そのメッツのペットボトルにめちゃめちゃもういろんな色のペンで、バッドタイミング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 って書いてて、もうただのアホやんって言いました。メモとかじゃなくてね、メッツライチに書くのがめちゃめちゃ面白くて、めちゃめちゃ面白くて、ちょっと写真撮りますね、また見せたい。めっちゃおもろない。メモ帳とかじゃなくて、そのメッツライチにね書いてるんですよね。靴ひもを取れました。いつも生誕祭の絵はあえぴょんが描いてるけど、確かにあえぴょんいつもな、めちゃめちゃうまいから、ちょっとな。確かにな、誰が描くのかお楽しみにですね。手紙とかもね、誰なんでしょうね。ただのアホって、そのディスってるわけじゃないんですよ。もうめちゃめちゃ面白くて、それがめちゃめちゃ可愛いない。めっちゃライチに描いてるの、いろんなペンの色で描いてて。めっちゃつぼりました。え。すごい。やばい、確かに私手紙書いたことないわ。ちょっと頼みます誰か。低電力モードになってた。そう、ハート型だったんです、久々にね。ちょっとハート型ね苦手なんですけど、ちょっとブリブリしました、自分的に。9期生めっちゃ集合してた。え、そうなん。でもレイポンと小百合ちゃんがね見てくださってて、見てくださってました。可愛い2人とも、めちゃめちゃ。夜も起きはるんかな。夜も9期生起きはるんかな、分からへんけど。9期生にも負けないように頑張りたいです。あ、そうなんや、配信してたんや。そうなんや、うん、そう、見学してくれてて2人、嬉しい。そんな、アミタンとの写真幸せそうでしたね。そう、モバイルに送ったんですけど、アイフォンに言ってなかった。ちょっと待って、アミアイと写真撮って、ちょっと待って、後で見せてあげる、手つないでんねん。ねえ、ちょっと待って、本当に言ってる、本当に言ってる、うん。おこよ、もうリサキは改めて私のもんです。うん、そんなことない。サクちゃんも私のもん。
ハチキもみんなで配信してえいしめっちゃしたい、めっちゃしたいです。コラボ配信はねサトタンとあるんですけど、えみんなでやりたいな、人狼みたいな感じで。ありがとうございます。うん、男女読みます。また今日の話は夜のねショールームでしますね。夜もショールーム夜もショールームするので来てください。待ってます。今までね一番いっぱい祝われてると思う。こんにちは、壇上見ます。うわ、佐藤美咲はまだ壇上におる。じわじわおもろ。壇上見ます。13位なっちんさんありがとうございます。12位奈良のあさぽんさんありがとうございます。11位アリスさんありがとうございます。10位ブドウシャンさんありがとうございます。9位ユミちゃんありがとうございます。8位 BECK さんありがとうございます。7位カズミヤさんありがとうございます。6位サポタミサキさん NNB48 わー6位までに行っちゃってありがとうございます。 V ユミちゃんハートリンナー推しさんありがとうございます。4位キジタさんありがとうございます。3位スキゾーさんありがとうございます。2位バブコヒトの子さんありがとうございます。1位は日高浩二さんでした。ありがとうございました。本当にあめっちゃ痛い、めちゃめちゃさ肩痛い、どうしよう。めっちゃ巻き綿なんやけど、巻き綿の人いました？めっちゃ巻き綿でめっちゃ痛いねんな。どうやったら治るんやろ。巻き綿って言うん？え、巻き綿って言わへんの？肩が前に行っちゃうやつ。え、巻き綿って言うやんな。え、肩がめっちゃ前に行くんですよね。まあストレッチしたない。それはほんまにそう。え、巻き綿って言わへんねや。え、そうなん、そうなんや。終わります。終わります。バイバーイ。夜はアイピューの生誕です。頑張ります。ストレッチの動画見ます。ありがとう。バイバーイ。